知らせです。いかに玉上俊夫氏が都民のために考えているかよくわかることです。それは都民の生活大変敏感に響くところの小学校中学校の給食をですね無料にするということを真剣に考えています。子育ての応援の一つです。ただどれぐらいのお金がかかってどうこうするということがまだ正確に分かっていません。でもその方向で一生懸命やるとおっしゃっています。今デビさんにお話しいただきましたように、玉上候補は常に私たちに相談をしていただいて、今言った給食の問題お話しいただきました。もう一つ玉上候補が考えていることがあります。それ皆さん、駅のエレベーターエスカレーターです。山手線もあるいは私が住んでいる三軒茶なんかは本当にお年寄りがエスカレーターにがなくて困っている。このことを見て玉上候補はなんとかどの駅にもお年寄りが喜んでいただけるエスカレーターあるいはエレベーターをなんとかしたい、もちろん鉄道会社と相談の上やっていかなければいけないんですけれども、そういう細かいところでお年寄りが自由にいろんなところに行けるようなそういう場所を、そういうエスカレーターエレベーターをどの駅でも作っていきたい。本当に一人ぼっちにさせない、そういった思いで玉上候補いろんなアイデアを私たちに提案していきます。私たちはそれに応えようと思っております。そしてもし玉上俊夫が東京都知事になればお役人さんをフル活用してこういったことが堅実になっていきます。目を見張るような違いが東京都に起こります。東京に奇跡が起こります。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今本当に最新の情報でございました。ぜひ皆さんこのことも視野に入れながら、やっぱりこの人しかいないなと改めて思っていただいたんではないでしょうか。そうですよね、玉上俊夫。ぜひ皆さん明日投票いただく方もより一層心が固まったんではないかなと思いました。さあ、それではですね、ちょっとまた雰囲気を変えさせていただきます。